ファラドンの初代グレー主爵エドワード・グレーは、イギリスの政治家。自由党に所属し、党内では、アスキスラと共に自由帝国主義者の代表的人物の一人として知られた。自由党政権下の1905年から1916年にかけて外務大臣を務めた。三国協助を推進し、ドイツに対して包囲網や、嫌韓競争を仕掛け、 第一次世界大戦を招いた。1882年に順段爵位を継承し、1916年にファラドンのグレー子爵に除された。1862年4月25日に陸軍軍人ジョージ・ヘンリー・グレー中佐とその妻ハリエット・ジェーン・ピアソンの間の息子として生まれた。ウィンチェスター・カレッジを経て、オックスフォード大学ベリーオール・カレッジで学ぶ。 1882年9月9日に祖父の第二代順弾社クサージョージグレーの死により第三代順弾社区位を継承した。1885年にベリック・アポン、ツイード選挙区から自由党の庶民委員議員に選出された。1916年に貴族委員議員に転じるまでこの選挙区から当選を続けた。グレーは第五代ローズベリー伯爵アーチボルド・プリム・ローズ、 ハーバート・ヘンリー・アスキス、リチャード・ホールデンらと共に自由党内で帝国主義的外交を主張する自由帝国主義派の議員だった。1892年から1895年にかけて第四次、グラッドストーン内閣とローズベリー伯爵内閣において外務政務次官を務めた。1905年には、夫人参政権運動家、アニー・ケニーから演説を妨害され、 婦人参政権を認めるか、態度表明を要求されたが、グレーは回答を拒否し、それに反発したケニーらが騒動を起こして逮捕されるという事件があった。1914年の第3代順断者クサー・エドワード・グレー1905年12月の保守党政権バルフォア内閣から自由党政権、キャンベル・バナマン内閣への政権交代により、グレーが外務大臣に就任した。 ロシアに赴任していたサーチャールズ・ハーディングが呼び戻されて、グレーを補佐する外務事務次官に付けられた。グレー時代から外務官僚が英国の外交政策に大きく関わるようになった。19世紀末までは外務官僚が外交政策の決定に関与することなどほとんどできなかったのだが、グレーは当時の外務大臣としては異例の庶民委員議員であったため、 与野党の対立が激しくなっていた20世紀初頭にあって事務方に政策の立案や実行を任せるケースが多かった。そして当時の外務官僚にはハンドイツ主義者が多かった。政権交代直後にキャンベル・バナマンとグレーは旧保守党政権の首相だったバルフォア外相だった第5代ランズダウン公爵ヘンリー・ペティ・フィッツと4者会談を行い外交については継続性を維持することを 確認している。実際に自由帝国主義者であるグレーの外交は、全保守党政権と、ほとんど変わらないものだった。帝国への積極介入、新仏外交、対独強行外交などを保守党政権時代から、一致した外交政策が取られた。第一次モロッコ事件をめぐって1906年1月から4月に、かけて開催されたアルヘシラス会議においても、 フランスを支持し、モロッコにおける各国の権益の均等を謳いつつ、フランスの権益を優先的に認める内容の議定書の締結を主導した。またグレーは中英ロシア大使のアレクサンドル・フォン・ベン・ケンドルフと親密な関係を持ち、英露連携を推進。1907年8月には、ロシアと英露協商を結んだ。ペルシャについては北部をロシア、 南部をイギリスの勢力圏とし、アフガニスタンについてはイギリスの勢力圏とし、チベットについては双方不干渉という英露の権益対立を五条的に解決した。これにより50年にわたる中央アジアでの英露の覇権争いは終わり、三国協商関係が成立した。以降イギリスはフランスロシアと連携してドイツとの本格的な敵対関係に入った。 ドイツとの県間競争のため、閣内において、1908年4月からのアスキス内閣でも外省に留任。アスキスは外交のほとんどをグレーに委ねた。1908年10月にオーストリア・ハンガリー帝国のボスニア・ヘルツェゴビナの併合宣言とブルガリアのオスマンからの独立宣言があり、ドイツがこれを支持する一方、セルビアやロシアは反対した。 グレーもベルリン条約の締結国の同意なしに、このような宣言を一方的にすることは認められないと考え、国際会議を提唱した。協商関係に入っていたロシアやフランスもそれを支持したが、オーストリアが国際会議にかけられることに乗り気ではなかった。また、グレー自身も事前の合意なき国際会議を開いても無意味という考えから慎重な面があり、 ロブツと足並みが揃っているとは言えなかった。結局1909年2月には、オーストリアとトルコの2国間で併合を事実上、認める、規定書が交わされたことで、会議外交で解決する気を失った。ドイツとの緊張緩和のため、1909年2月には、国王エドワード7世の報読を実現させた。事務次官ハーディングを同行させて、ドイツ当局と交渉を行ったが、 県安の県間競争もバグダッド鉄道の件も解決できずに終わった。1911年7月1日、ドイツはフランスがモロッコで起きた反仏反乱を鎮圧するために出兵したのに対抗し、モロッコアガディールに奉還を派遣。第二次モロッコ事件が発生した。グレーはドイツがモロッコから同行を獲得すれば、英本国と英領アフリカ植民地、 南米との交易が脅かされると恐れ、ドイツに対して断固たる姿勢を取る必要があると決断した。7月4日にも英国の権益にも大きな影響を及ぼすので我々が参加しないような新しい取り決めを認めることはできないとドイツ政府に通告。モロッコを勢力圏とみなしていたフランスもドイツへの反発を強め、 ヨーロッパ情勢は一触即発となった。9月17日にグレーは、真っ気な会場に、ドイツは奇襲攻撃を仕掛けてくるかもしれない。会場はこれに対して準備をしなければならないという警告を発し、戦争準備を開始させた。しかし1911年11月4日には、独仏両国間で、フランスがモロッコを保護国とすることをドイツが認める、代わりに、フランス領、 今後の一部をドイツへ活用するという協定が締結されたため第二次モロッコ危機は収束した。全体としてグレー外交はフランスやロシアに密着しすぎていたためドイツに接近してその行動を抑制する積極外交を怠り第一次世界大戦を将来することになったと言える。1914年8月から始まった第一次世界大戦をめぐっては アスキス内閣は参戦派と不快入派に分かれたが、グレーは、会社ウィンストン・チャーチルと共に参戦派として行動した。アスキスはグレーを支持し、8月3日にドイツ軍がベルギーへ侵攻すると参戦を決意した。同日グレーは議会において、ベルギーの中立用語とフランスとの間に結んでいた、軍事協定に基づきイギリスも参戦すべきであると演説した。 野党の保守党、労働党、アイルランド議会党も反対はせず、戦時中は党派争いを停止して政府を支持することを表明した。これにより挙国体制ができた。1915年5月からの挙国一致内閣でも外省に留任、同時期イタリアを協商側に引き込む秘密交渉を行った。1916年7月27日に、 連合王国貴族ファラドンのグレー死爵に除され、貴族院議員に列した。しかし、目を預らっており、視力が落ちすぎていたため、1916年12月の政変で首相がアスキスからデイビッド・ロイド・ジョージに変わったのを機に外相を辞した。11年間の在任は、イギリス外相の最長在任記録だった。晩年のファラドンのグレー死爵の肖像がこの後に、3年は、 公的生活から遠ざかった安静にし、視力が回復した。ロイド・ジョージ政府の求めに応じて1919 19年から1920年にかけては在アメリカが衆国イギリス大使を務めた。しかしワシントンにいたのは3ヶ月程度だった。1933年9月7日に死去した。子供はなく、ファラドンのグレーシュ社会は廃絶した。順団社会は、 ハトコのチャールズ・グレーが継承した。グレーの評価をめぐっては、歴史家のスタイナーとジョン・チャムスタイナーは、第一次世界大戦にイギリスが参戦していく過程において、ドイツの外交、軍事政策が攻撃的だったのでイギリス側が、どのように努力しても戦争回避は困難だったと主張する。一方チャムリーはグレーには、当初対独回戦の意思がなかったとしても、 英仏協商に縛られた柔軟性のない外交により、ドイツとの対決を招き、第一次世界大戦になってしまったと主張する。一方、スティーブンソンは、第一次世界大戦の直接の原因とされる、嫌韓競争は、開戦前にイギリスの勝利で終わっており、むしろ、ドイツとフランスロシア間の陸軍競争が主たる原因としている。この立場もグレーが、 いかなる外交をしようと結局対戦は不可避だったという結論になるためグレー用語論である。ただしスタイナーもグレーの元室と議会での多忙によりイギリス外交は外務官僚たちの意思が大きく反映されるようになってしまい、こうしたグレーの取り巻きたちが三国協商、反ドイツ一辺倒の外交を推進した結果がイギリスの第一次世界大戦参戦ではないかという分析をしている。 釣りを趣味としており、1899年には、フライフィッシングという著書を出している。1882年9月9日の祖父、ジョージ・グレーの死去に、以下の順段借位を継承した。1916年7月27日に、以下の借位を新規にノぶされた。1885年10月20日に、ドロシー・ウィドリントンと最初の結婚をしたが、彼女は1906年に、 事故で命を落とした。1922年にパメラ・ジュネビエーブ、アデレード・テナントと再婚した。しかしいずれの結婚でも子供はできなかった。ありがとうございます。